皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日はですね、ブロンプトンのですね、あの人気カラーのですね、ローフィニッシュですね、それに関してね、ちょっと気がついたことがあるので、あのお伝えをしたいと思います。これ2018年型として販売したものですね。でローフィニッシュですね。でいわゆるこの頃はね、あのツヤなし仕上げでマット仕上げってやつですね。なんか懐かしいなという感じがいたします。で今回ですね、お伝えしたいのはこのね、火吹いた後ですね、この辺とか、で、この辺とか、最新版のですね、あのローフィニッシュ、あのブラックラッカーとかね、あの辺と言われてるものに比べるとですね、明らかにこう火吹いて焦げてるとかいうのが、あのまざまざと出てます。で、これがいいとか悪いとかじゃなくて、あの品質としては全く問題がないので、なんか味わいとかね、そういった部分で、なんか、その年その年のね、フレームの製造状態とか、工場の状態とか、なんかその辺が押し量られるなぁというふうに思います。で、こっちのね、こっちの方はパイプすごい綺麗なんですけども、この辺になってくると、こう、なんかその生々しいね、いわゆるローな部分が出てくるんで、まあ、この辺もね、あの、俺のブロンプトンが世界に唯一なんだというような、そのハンドメイド的な、あの、素敵さというところを表現する意味では、なかなかやっぱローフィニッシュって人気があるね、理由がわかるよね、というところでございました。